はい、どうもドミンです。今日はですね、お正月も近いんで、おせホットケーキを作っていきます。じゃあ早速作っていく。ボウル、はい、卵入れます。よし、うまいこといった。はい、次はですね、小麦粉入れていきます。あれ、切れてねえ。何これ、いろんな汚れがついてますけど、まあ大丈夫でしょう。ほっ、こんなきめ細かいんや、すごい。よし、んもっとこんなもんかな。よし、はい、次はですね、ベーキングパウダー、ベーキングパウダー、こんなもんかな。はい、はい、牛乳ね、牛乳を入れていきます。よし、もうちょいかな。 OK、 はい、フレンチバニラね。よいしょ、最悪。はい、次はウイスキー。うちはね、ラム酒とかそういうのがないので、まあウイスキーでちょっと香り付け的なものをしていきましょう。はい、はちみつ、砂糖がないんですよね。あー、出ない。そんな甘くなくていいかな。はい、よっしゃ。の、意外と美味しそうなんじゃないか。思ったより黄色がすごいな。よし、こんなもんでしょう。よいしょ、カセットコンロです。はい、でね、先にね、目玉焼きを焼いておきたいのよ。目玉焼き、はい、でベーコンも入れていきましょう。よいしょ。なんかね、今夜なんですけど、完全に朝食ですよね。あー、ちょっと待って、ベーコン先に、あ、ベーコンね。おお、あっち、あっち、あっち行って、ちょっと、いや、嘘だろ。よしよし、もうこの状態で乗せていく。の前か、釣れてんな。なんか別、熱い。ちょ、そんなべらぼうに。はあ、これしまっておきましょう。じゃあですね、このうわ、いい感じに、でもちょっと生焼けすぎるかな。とりあえずこいつを、よいしょ。あ、でもいい感じですね。ちょっと困るな。よいしょ。黄身割れてほしくないっしょ。あ、OK、よし。はい、じゃあ次は、ついに、この
ホットケーキを焼いていきます。十分温まってるでしょ。 OK、 ほっよし、ほっいきます。なんか粘り気が足りねえような気がする。広がんねん、広がりすぎやろ、クレープやんけ。まあ薄い方がね、中まで焼けていいですよね。はい、どうなの、どうなの、どうなの、ちょっと焼けてんの。お、いいよいいよ、はい、はい、いいじゃないですか。でも薄いな、なんか映えるパンケーキってこうなんかこうふっくらして、こうわかります、パッてこう段差があるような感じがするんですけど、なんかこれは平べったいよね。うわ綺麗、めっちゃウイスキーの匂いするんやけど。よし、こんなもんにしよう。っていうか、ちょっとよく言えばね、もうちょいね、ベーコンを焼きたかったんですよ。もっとカリカリにしたいですよね。卵ついちゃってるけど。はい、お皿でーす。で、ここにパンケーキを入れていくと。はい、こちら、チーズをかけていきます。はい。はい、完成しました。見た目はねすごい美味しそうなんですけどね、まあ生地から作ってますんで、どんな感じになってるのかわからないですけど、じゃあ早速食べていきましょう。いただきます。、うん、とにかく薄い。